瀬山美恵です。天気よめちゃくちゃ晴れたので、今日はお外でバーベキューをしていこうと思います。そして今日はね、お肉買ってきたので、お外でステーキを焼いていこうと思います。それでは準備してみよう。今回のお肉はですね、じゃん、普通にスーパーでステーキ用って書いてあったお肉を買ってきました。はい、じゃあ下ごしらえから行ってみましょう。まずお肉を叩くらしいんですけど、ちょっと私叩くやつ持ってきてないから、簡単にこれ叩いていこうか。OK、 塩コショウを振ります。でバーベキューの網で落ちちゃうから結構強めに振るらしいです。次はコショウ、はい、下準備を終えました。じゃあ次は火を起こしていきたいんですけど、これ使います。じゃーん、なんかね、これだったら初心者でも簡単に火が起こせるっていうことで、炭の外側に着火剤がついてるんですよね。ちょっとこれでやってみたいと思います。これで着火剤が燃え切るまで待つみたいですよ。めっちゃ簡単だこれ、いい感じ、すごいすごい、いけいけ。この煙たちが落ち着いてね、着火剤がいなくなるまでちょっと待ちたいと思います。今火起こして30分ぐらい経ってるんですけど、なんか一向に煙が止まないのはどうしたらいいんでしょうか。めっちゃもうね、炭はね燃えてきてるんですけど、これどういう現象なんだろう、いいなのかなこれ。なんか普通にもうめちゃくちゃ暑いので始めてみたいと思います。はい、網にオリーブオイルを塗るそうです。はい、塗っていきます。はい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 、かれこれですね、なんと50分経ってもなんかこの煙みたいなのって収まらないんですね。ということでお肉焼いていきます。じゃあ行きます。まあ、十分に暑いからね。よし、おー、この網目をつけるためにこう押し当てるらしいんですよ、こうやってジューと。そうすると裏面に焼き目がいい感じでつくそうです。いい感じでジュージュー言っております。今どんな感じかちょっとペロンってしてみたいと思います。せーの、ペロ、おー、じゃあ汗かいてきたのでこの辺でひっくり返してみたいと思います。そそそそ、おー、せーの、猫ちゃんが狙いに来た、渡さんぞ。今まで私ミディアムが好きだったんですけど、ちょっとウェルダンでいこうかな。こんがり具合がいい感じ。あ、来た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 、近い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 、怖い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 、取らないでね、熱いよ今食べたら、触んない方がいいと思うよ。
すげえ人間慣れしてる。ヒュ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 。にゃおにゃおにゃお。にゃおにゃお。あ、じゃれはじゃれはじゃれ。ごめんなさいごめんなさい。にゃんにゃん。あ、あ、あ、猫パンチ来た。猫パンチ、にゃん、にゃん。え、やばい、舐められたからもうこれは使えないぞ。煙いんだ。煙いんだね、きっと。ここに乗せ替えます。やば、お肉今襲われるところでした。危ない。あ、逃げてった。よかった。ちょっと今からお肉をね、あ、来た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 。今からねお肉を切っていきたいんですけども、ちょっとね猫ちゃんに狙われそうですね。困った。これ切ろうとすると猫に取られるんですけど、困った。ほらもう食べるもんこれ置けない。あ、怖い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 。ダメだ。ダメだよね。本当はアルミホイルでこれを包んでお肉を回したかったんですけども、ちょっと猫ちゃんと戦ってて、まあ猫ちゃんと戦ってる間に十分旨味も回っただろうということで。はい、切っていきたいと思います。ちょっと野菜も切ってきたので、よし、 OK。 じゃあお肉を切っていきます。わー、美味しそうじゃ、めっちゃ美味しそうじゃ。来た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 、逃げろー。お前の分はないぞ。こいつこいつこいつこいよ。はい、切れた。オッケー。よー。あとはよそうだけ。あとはよそうだけ。何にもないよ。よし、できた。できました。じゃじゃーん、やったー、美味しそう。そして足元では野菜たちを焼いております。美味しそう。せっかくだからね、これもいい感じに焼けてるんで、ギュッとして、今もちょっとかな、いい感じかな。 OK、 よし、できた。いただきます。まずはね、茄子からいただきます。うん、うまっ。あ、美味しい。いただきます。うん、やば。おいしい。やっぱ炭焼きっておいしいですよね。うん、結構味濃いめかなって思ったんですけど、もうガンガン強気に振っていいですね。ちょうどいいです。うまい。枝豆も持ってきてるんですよ。やっぱ煙も続きましたね。
でもね、落ち着くまでにね、1時間ぐらいかかります。着火剤が多いからなのかな。はい、というわけでですね、今回はまさかの猫ちゃんゲストが来て、まあいい感じに戦ったわけですけれどもはい、なんかてんやわんやして、まあ一人じゃなくて結果楽しかったです。はい、お肉も取られずに済みました。着火剤付きの炭だったら本当に私でも簡単に火がつけれたんですけど、今度は着火剤と炭付けに挑戦してできるようになりたいなと思いました。お肉はすごい美味しかったです。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方はチャンネル登録お待ちしております。にゃおー。ツイッターインスタグラムいますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。他にも動画たくさんあるので見てみてもらえると嬉しいです。再生リストからいけます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。でビビって本気でもう最初ね、取られるかと思った。お肉うまい。